なうな、ミリアルです。今日はApexの動画です。先日アップデートが入ったので、久しぶりに遊んでみました。最近Apexのユーザーが、なぜかごっそり減ったらしいので、ここで、ミリアルがApexを救う救世主になります。とりあえず遊んでいきましょう。そういえばマップも新しくなったので、どこに降りたらいいのかいまいちわかりません。まあ適当に降りますか。すぐそこに街みたいなのがあるのでもう降ります。近くに他の部隊が降りてきたので、アイテム拾ったらすぐに戦いに行きます。初手からフラットラインはありがたいです。この武器は、ミリアルの一番好きな武器なんですよ。なんかスキンが弱体化されたらしいけど、ミリアルは、別に気になるほどではありませんでした。味方がそろそろ構成しそうなのでカバーに行きます。少し遅かったかも。もうちょっとだけ耐えて、一人ダウンしてしまいました。でも焦らず丁寧にプレイしていきましょう。このスタンはナイスタイミングです。あっちの敵をフリーで撃てます。そしたらもう一人。味方が、いい感じにクロスを踏んでくれました。あとはそいつだけ、奥の方に逃げるかな。いや、こっちに戻ってきました。よしよし、なんとかなりましたね。結構味方が削ってくれていたので簡単に倒せました。近くにもう一部隊いたので今倒しに行っています。味方がヘイトを買っているうちに近くまで詰めていきます。ちょうどジャンプパッドがあるのでこれを使って詰めますか。回復の音がしたな。ここか。他の敵はどこだ。あっちのコンテナにいるのか。それならここの岩の裏から。味方が詰めそうなので後ろからカバーに行きます。なんか全然弾が当たっていない気がするけど、周りに倒せれば関係ないです。まだいるのか。結構たくさんいますね。味方が一人を倒してくれたので残った敵を追いかけます。ここの建物の外にいるな。うわ、入ってきました。やべ、全然当たらない。それよりこれまた別のパーティーがいますね。相手は結構広がっていそうなので一人のやつを狙います。左の敵にブラックホールを投げますか。うまく壊されました。でもまだこの裏にいます。ちょっとどこ行くの。弱めの前にもう一人。なんか味方がめちゃくちゃ頑張ってくれていますね。14ダメージで倒せました。あとは残ったパスガイドのだけです。全部7は逆にラッキーかも。最初に倒した敵を漁りに来たらまた敵がいました。散弾が少ないから戦闘の前に少し補充したいけど、よし、少しだけ増えました。これで安心です。味方が右に行ったのでミリアルは左からうまく圧をかけます。ここの壁をうまく使います。味方ナイスカバーです。完璧なタイミングで詰めてくれました。そしてアンチが迫ってきているので移動していきます。手が奥で敵が戦っていますね。これは先頭に混ざっていきましょう。結構広がっていますね。相手が広がりすぎているので味方のカバーを意識しながら戦っていきます。そして2パーティーいるのでできるだけダメージをもらわないように遮蔽をうまく使っていきましょう。でも味方が危なそうなのでカバーに行きます。なんとか間に合いましたね。あとはあそこの裏か。そしたら残りのパーティーを倒していきます。味方が回復しているので目の前の敵は消えます。よしよし、あとは奥に逃げて。ナイス。これ味方がめちゃくちゃ強いですね。ようやくゆっくりする時間がありそうです。
ああでもアンチに行かないといけないのでゆっくりはできないですね。さっさと漁って移動します。今物資が落ちてくる印が見えたのでそこを目指しています。そういえば今は何が金武器になっているのかな。前回 APEX をやったのが2ヶ月前くらいだったのでもう覚えていません。ああでも RE45 はさっき見かけましたね。ディスラクター弾が撃てるようになっていました。てか奥からまた銃声が聞こえます。暇なので倒しに行きましょう。あいつらを倒せばついでにキラパケも漁れます。今片方のパーティーが負けましたね。これは相手かけてるんじゃないかな。そんなことなかった。普通に3人いますね。あ、1人逃げていきました。大丈夫だとは思うけど一応味方に合流します。けど2人とも倒してくれましたね。じゃああとは逃げた奴だけか。そういえばキラパケはどこだ。あれか、何かいいもの入っていないかな。フレーバーとかが入っていると嬉しいけど。 RE45 か、いらないですね。それよりもまだ銃声が聞こえますよ。結構時間はあるのにアンチにいるチーム多いですね。あの建物の上にいるのか。そこにいられると厄介なので倒しに行きますか。あそこまでうまく詰めれるかな。多少削ることができればいけそうですね。味方も結構前に行っているのでもう詰めますか。相手が2人ならなんとかなりそうです。グレネード届くかな。これはナイスすぎる。なんとかなりそうです。オッケー、無事に制圧できました。そしてさっき逃げた敵も味方が倒してくれました。そしたら残り3部隊です。敵同士で戦闘しているので倒しに行きましょう。多分ミリアルはバレていないはず。うまくいけば奇襲をかけれます。目の前の建物にいそうですね。適当にグレネードを入れて待って。味方が撃たれたぞ。どこだ。後ろか。完全にやらかしました。なんとか味方がカバーしてくれたので復活はできそうですね。助かりました。そしたら回復もできたので今度こそ倒しに行きますか。味方もいい位置にいるので結構深めに攻めます。残りは17個です。一応回復だけしておきます。やっぱり家の中で確定ですね。回復が終わったら左側から詰めますか。味方が正面にいるから回れば刺さるはず。うまくいきそうですね。完全にフリーです。そしたらウルトをこの辺に使っておきますか。あ、ミスりました。とりあえず味方のカバーに行きます。よし、1人倒してくれたので残りは1人ですね。ミスが始まるので追いかけていきますわ。よし、なんとか勝てましたね。久しぶりに APEX をしたけどやっぱり面白いです。やっぱり新マップというのも面白い要素の一つですね。他のマップはマンネリ化して APEX をやらなくなったのでこれはいいアプデだと思います。そしてここまでご視聴ありがとうございます。よければチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。また Twitch と Twitter もやっているので概要欄からぜひ。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバイ。